YouTube、今日もバーレーンからお送りしておりますということでですね、今日はですね、ちょっと SNS で最近ちょっと前ね、話題になってた男が、デート代とか食事代を割り勘にするのかどうか問題みたいな、なんかくだらない議論が展開されておりましたが、それについて試験を述べたいと思います。どうせね、この動画も、こたつメディアみたいな、こたつ記事とか書いてるウェブメディアとかが適当な記事で、ホリエモンが持論、デート割り勘論争に持論とかっていうの書くからマジでムカつくんだけど、持論じゃねえんだよ。みんな持論だろ、それ言ったらさ。お前の意見と違ったら持論っていうのほんとやめてくれ。ということで、僕は基本的に、こういう飯代とか、そんなね、大した金額じゃないものをさ、そう、お金に余裕があるやつが払えばいいんだよ。で、まあね、本当にそこでお金だけを貯めたいケチな金持ちは、そこで奢ったりとかしないけど、やっぱさ、なんていうの？奢って気持ちよく、俺なんかさ、お金持ってなかった、学生の頃とか、20代の頃とか、もうみんなおっさんに奢ってもらってました。正直。社長さんとか、大先輩方に、俺おごってやるよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。って、気持ちよくおごってもらってました。いや、てか、今でも気持ちよくおごっていただいてます。俺さ、なんていうの、こう、一緒にご飯食べたいんですけど、みたいな、こう、ファンの方みたいな、経営者の方とかもいらっしゃいますし、本当先輩方はもう何も言わずに、何も言わずにおごってくださいます。こんなもう僕50歳になってますけれども、50歳でもおごっていただいておりますので、気持ちよくおごっていただいている場合は、気持ちよくいただいております。ね。僕はこういうものっていうのは、お金に余裕がある方が余裕のない人に、なんていうのかな、こう、気前よく払ってあげるものなんじゃないかなと思います。僕も本当20代の前半ぐらいは全然お金ね、大して稼いでなかったんで、そんな気前よくおごるような、解消もなかったですけども、その頃ね、諸先輩方からたくさん施しをいただきまして、おごられまくって、それで僕は大きくなりました。ということで、まあ、女子の場合もそうなんですけど、別に女子がお金に余裕があって男におごってあげる全然いいと思いますよ。で、僕は、そういう経済レベルが同じなんだったら、お互いで割り勘にすりゃいいし、僕だって割り勘にすることだってあるし、そういったところでですね、いや、なんかね、天チムさんとかが、いや、別に私も出してもいいけどさ、みたいな、男がなんか割り勘とかにしてたら、なんか男じゃないっぽく見えちゃうんだよね。まあ、それはそれでその通りかもしんないんだけど、いやだから、男らしいとこを見せたいと思うんだったら、頑張って割り勘じゃなくておごればいいし、いや、俺はもうそういうところはいいから、フラットに見てくれればいいや。ね。おごんなくても男として見てもらいたいっていうふうに思うんであれば、それでいいと思いますし、もうそれはそれぞれ、人それぞれの価値観だと思いますけれども、僕はおごってくださるんだったら、喜んでおごられますんで、おごってください。ということで、いってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え、全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。